すごい秘密基地みたいな空間まあ、そうですね、全館のことを知っている場所。そう話すのは吉田ゆかりさん。吉田さんの仕事、それは大変お待たせいたしました、新潟伊勢丹でございます。館内外からの電話をつなぐ店内案内。新潟伊勢丹のさまざまな問い合わせを担う場所です。売り場の方も人数が減ってなかなか大変っていうところをここでフォローしてるつもりですね。一日に受ける電話はおよそ300件。新潟伊勢丹のすべてを知っていないと務まらない仕事です。そうですよ、内線携帯入れると200ぐらいいますけど、それの番号3024とかでついてるんですね。これが地下1階とかはこんな感じかな。31、そうですね、31なんなん、2階だったら32なんなんっていう形で。じゃあもう覚えろって言われて。そうです、そうです、はい。めちゃくちゃ大変じゃなかったですか。もう、はい、すみません、ありがとうございます。大変お待たせいたしました、新潟伊勢丹でございます。取材中も電話が鳴り止みません。驚異の記憶力を持つ吉田さん、ルーツはスパルタだった教育法に。フロア図も高かされました、あの白地図に高かされました。それしないと独り立ちできないですよね。そうなんですね。そうなんですか。でもまあなんかの追試がありまして追試も。その白地図、なんと同僚の泉さんが新人時代に書いたものが残っていました。そうなんです、これこれこれです。5回色も塗って細かく書いてらっしゃる。これ最初はじゃあこれ何も書いてない、はい、枠だけある。枠だけあります。そこのお店を、はい、自分で埋めます。位置とか3階が覚えられなくて、ここら辺覚えられないんで丸つけて。難しかったですね、3階込み入ってるんですね。込み入ってるんです。今となってはいい思い出なんだそう。そしてフロアの奥にある小さな部屋、ここで行われているのが。毎度ご来店くださいましてありがとうございます。これか。西区の泉真理子様。そう、館内放送。聞き覚えのあるこの放送も吉田さんたちの仕事なんです。さまざまな設備が備わる放送室、中でも気になるのがこのボタン。例えばこの雨の時は、あの案内所から雨降ってきましたっていう連絡が入るんですね。そうすると雨の曲を流して、全館の人に外は雨が降ってきましたので、紙袋にカバーをかけてくださいっていうのを合図で流してきます。店内放送で流れる曲、訪れた際には放送に聞き耳を立ててみるのも面白いかもしれませんよ。確かにそうですね。今年で勤務歴40年、吉田さんにとって新潟伊勢丹とは。お客様としても、として来ても、従業員として働いてもとても楽しい場所。大変なこともありますけど、大変なことは次の日は無理ですね。1週間後には忘れる。でも本当にこう一日として同じことはないですね。それが面白い。いや、従業員の皆さんの苦労や努力があって今利用者としてはすごい快適に過ごすことができるんだって、はい、改めて感じることができましたね。その大変さを一日として同じことがない、はい、それが面白いって言い切れるんですからね。素晴らしいですよね、はい、まさにこう接客のなんか精神というかね、はい、感じましたね、はい、ね、これからも楽しみですね。さあ続いては中継参りましょう。今度はどこにいるんでしょうか、西辻さん。はい、ザサロン、ラグジュアリー感が漂っていますが、私に羊、緊張しています、はい、というのもここから特別な場所に潜入していくんです。ここからご案内いただきます、島崎さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。早速ですがご案内いただいてもよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。なんという上品な空間なんでしょうか。ライトも一つ一つおしゃれですけれども、
ちらどういった場所になりますか？三越伊勢丹グループで年間100万円以上ご利用いただいたお客様がご利用いただけるサロンとなっております。年間100万円以上、まあ、私はまだまだ無理ですけれども、 MC の須山さんなんかは通っちゃいそうな、そんな空間ですね。そして今回、いやいやいや、ね、テレビ生放送が初潜入という個室もご案内いただけるということで、はい、こちらでございます。奥にその個室があるということでご案内いただきましょう。お願いします。はい、こちらです。はい、こちらもまた高級感あふれる空間ですけれども、なんか空気が澄んでるような感じもしますね。また奥にはミラーもありますね。はい、そして私のすぐそこにはあのソファーがあるんですけれども、うん、こちらちょっと座らせていただくこととか可能ですか？はい、もちろんです。どうぞ。ありがとうございます。ふかふか。こちらはどういった場所ですか？先ほどご紹介したサロンより、限られたお客様に、販売会ですとか特別なご商談の際に使っているお部屋となります。いや、本当貴重な空間ですね。いや、今日は普段なかなか見られないところを見させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当に、ね、貴重な空間ですね。この後もまだまだお伝えしていきますが、はい、次は何を紹介してくれるんでしょうか。諸橋さん。はい、さあ目の前で作っていただいているデザインカプチーノ、何が描かれてるかって、私たちがよく知っているかわいいかわいいあの子です。ありがとうございます。あの子です。そう、ペット君で作ってくださったこの方がまたすごい方なんですよ。世界的に有名な名バリスタ横山千尋さん直々に作っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これもう書き混ぜていただいちゃっていいですか？ペット君を混ぜることにちょっと抵抗感があるんですが、そうやっていただくものだそうなので、はい、わー、わー、あ、ペット君ごめんなさい。美味しくなったでしょう。その一瞬のね、その刹那の喜びを味わう、はい、いただきます。さすがにお上手でしたね。でもね、この泡のクリーミーさ、まろやかさに、はい、奥にこのほろ苦さが感じられて美味しいですね。はい、そしてもう一つ、もう一つ出てきた、こちらはどういう商品ですか？これイタリアのシェケラートというシェーカーで振ったアイスコーヒーの一つなんですけれども、ここにブルーの色合いがあってエスプレッソ、はい、これを混ぜていただくとコーヒーなのになんとロイヤルミルクティーになるという不思議な飲み物でございます。コーヒーなのにロイヤルミルクティー、これじゃよくかき混ぜればいいですね。はい、綺麗なブルーですけど、これをこのようにして全体を混ぜて、はい、でもエスプレッソが入ってるんでしょ？そうです。これ飲んで、でも本当にちょっと今疑ってます。いただきます、はい、不思議な、どうなんですかね、本当にミルクティーの味わい。横山さん、ただのバリスタじゃないですね。ただのバリスタじゃございません。2つがあるでしょ、はい、そうなんですよ。あの、要は僕がよく言われるのは、はい、味のマジシャンと言われてます。はい、味のマジシャンの味、ぜひ皆さんこちらで味わってみてください。ぜひよろしくお願いします。横山さん、ありがとうございます、はい、また後ほどいただきに行きます、はい、ありがとうございます。さあ、イタリアのスイーツといえばジェラートも欠かせないということで、今度お迎えのプレフェリータ、すいません、プレフェリータさんにお邪魔しています。先ほど2種類選ばせていただきました。ありがとうございます。上がね、レモン、シチリアレモン、まずいただきます。爽やかそうですね、うん、さっぱりしてて美味しい。で、下がピスタチオ。あ、ピスタチオもね、うんうん、イタリアですよね。コクがあってクリーミーで美味しい。さあ、まだまだ美味しいものこの後もたっぷりご紹介していきますので、お楽しみに。何が出るか。イタリアといえばワインも欠かせませんよね。ずらりと種類豊富に並んだワイン、どれがいいのか迷っちゃうほどなんですけれども、そういう方は各お店のスタッフの方が丁寧にアドバイスをくださいますよ。さあ、私もそんな中から一つおすすめのワインご紹介いただきました。このね、黒いボトルに赤い文字が書いているドルチェビータさんで扱っているヤルノロッソというワインなんですけれども、
これね、なんと陰干ししたブドウから作られているそうなんですよ。私大人なので一口店先で失礼して、はい、うわー、いい香りする、ね、いただきます。香りから、そして一口、わー、大人の楽しみ方。あのね、やっぱりその、ね、ちょっと陰干しして熟成されたブドウから作られているので、うん、ほのかにね、そのブドウの旨味と一緒にふわっと甘みも感じる、そんなワインとなっていますよ。で、相性がいいのがチョコレートということなんですが、そのね、少し右側にね、ご用意いただきましたチョコレート、こちらも非常に人気だということなんですけれども、はい、このね、チョコレートのお店もこのワインのお店とはまた別のところにね、通路挟んで向こう側にありますので、はい、ぜひ皆さんこちらも合わせてお楽しみください。フェアリングですね。はい、さあ、およそ6年ぶりの開催となりました。この新潟伊勢丹6階催し物場で今日から始まったイタリア展ですね、来週の月曜日8日までの開催ということなんですが、新潟伊勢丹でのイタリア展では初めて登場するというお店もこちらに、皆さんごめんなさい、お買い物中にすみません、どうぞどうぞ、お買い物されててくださいね。はい、美味しいお菓子のお店、はい、なんですけれども、このなんかひだが重なったようなこのね、珍しい形の、はい、お菓子なんですよね。いろんな味があるという、お嬢ちゃんがね、ここで一生懸命あの、うん、どれか美味しそうだなと思うものある？何だろう、ね、好きなものなんかな。あ、甘おうがちょっと気になるなって感じ。このね、スフォリアテラというお菓子、いろんな味、中にクリームが入ってるということで甘おう味もあるんですが、一番人気はね、私の手元にご用意いただいた、うん、このピスタチオだそうなんですよ。あの、店内で焼き上げているので、こちらも香ばしいいい香りが漂っているんです、うん、タイミングが合えば焼きたてもお求めになりますよ、うん、ぜひチェックしてみてくださいね、うん、さあ、今日から新潟伊勢丹6階催し物場で始まりましたこのイタリア展、およそ6年ぶりの開催ということで非常に注目を集めていまして、多くの方が足を運んでいらっしゃいます。ぜひ皆さん、新潟にいながらにしてイタリアの風を感じられますので、こちらで美味しいものたくさん堪能されてください。以上、6階催し物場から諸橋がお伝えしました。はい、お夕飯にスイーツにも盛りだくさんでしたね、はい、そうですね、こう思わぬものもね、また見つかるかもしれません ね、はい、ね、はい、イタリア店の中継をお送りしました。